あんたの犬、死んだの？もう随分な老犬でしたしね。なんでこんだけの俺が泣くんだよ。なんだそれ、マナが愛してるって言ったの僕か、それとも14番目になった。お前は大事な人間を殺さなきゃならなくなるって言ったらどうする？でも立ち止まらない。命が尽きるまで歩き続けるってマナに誓った。誓ったのは僕だ。エディーナ戦士を滅ぼし、ハーキを破壊する。この感情は何なんだ。囚われてはいかんよ、それは幻だ。あなたには分からないでしょうね。私たちがこんなにも世界を救いたいと思う気持ちなど、悪魔の乱獲というのし、私たちにその細胞を分け与えた最初の母体です。魔の目覚めに使わせてもらう。お前ら味方じゃないのかよ。ユウを助け。お前は何も悪くねえよ。ユウミを、なんだこの感覚。神への、イノセンスへの憎しみを決して忘れない。どうしてもこの人だけは失いたくなかった。ノアにも教団にももう手出しはさせない。絶対な配信行為だ。カレバス様はもうエクスプレスではない。それが全ての始まりだった。ボイドメイカー、無限の呪文。こんなところで適合者に出会うなんて。変な女には捕まらないようにしなさいよね、正義の味方さん。なぜ彼を確保しなかったんですか。あの子のことは私に任せてほしいの。マジ、何なんだこれ。これは世界の真理に触れるための鍵なんだ。これが呪文の力よ。力のない正義など正義ではない。殺される。死にたくない。負けたくない。こんなところで終わりたくない。単刀直入に言うわ、私たちの仲間になりなさい。お前って何なんだよ。あれに関わった以上、この先嫌でもこっちの世界で生きることになるんだから。無限の呪文のシールド見つけた。大気の一息まで我がものにするぞ。その時俺は天の都遥か頂の果ての聖域なり、都の門は固く閉じ、人の世をすべし者にのみ開かれ、天族を連れ立ち同志は地に降り立つ。スレイ、君はもしや本当に天族が見えて。幸せが詰まっていると思っていたポケットは実は空っぽだった。そこに何を詰める努力もしてこなかったんだから当然だ。
でも俺はそんなことさえわからなかった。今朝も爆睡しちまったい。で、睡眠の秋だね。絶対見ないでください。大事なのはこれからなんだから、あまり目立たないように。さすがは小太郎だ、感謝。このクラス委員長、この花ルチアが黙ってはいないぞ。絶対許さねえ。それがたとえ神であろうともだ。善能寺君、裏口入学したって本当だ。この生き物は。もいもい。なんだよ、なんだよこれ。やばいやばい、こんなの一発でも当たったらこれで死んだ。お前、こんなところまで。なんだよこれ。漫然とした中身のない人生を歩いてきたからだ。そしてある日突然、自分がたくさんの時間を失っていると感じた。やり直すんだ。そして Actually, I got it from an old fortune teller when I was just a boy.She said, once you possess this, you are destined to rule the world. In exchange for your flesh and blood, that is. Love and honor are both important things. They are the things a knight is willing to die for. It's the reason they take up arms. Nosferatu Zod. A monster like that shouldn't exist. At least not in this world. Perhaps.But on the other hand, that's proof that there's something beyond human understanding in this world. The time of darkness is descending, an age when the dark shall eclipse light, so that men will perhaps call it the age of darkness.For me to call a man my friend, he must be my equal in every respect. They are my soldiers, and they will follow me into the jaws of death for the sake of my dream. But it doesn't make them my friends. Why did it have to be you? I don't understand. Still.Otherwise, you will be devoured. Rip it! All you care about is swinging your sword against anyone you possibly can. You don't care at all about the lives of those men you lead. You're just a mad dog! You're wrong.I'm not what I used to be. I still kept on fighting, but I was afraid that I might just disappear. From now on, you belong to me. When this man's ambition crumbles, is when you will face your death. A death you can never escape.